渡辺直美、人見知り事件平野耀からの会いたい発言に反応、自分の名前が聞こえてきて飛び起きた。こんにちは、皆さん。今回は、日本のエンターテイメント界で話題となった渡辺直美さんと平野耀さんの交流についてお伝えします。 平野紫耀さんが自身のインスタグラムで行ったライブ配信中、予想外の名前が登場し、それに反応した渡辺直美さんのエピソードをご紹介します。これから詳しく見ていきましょう。平野紫耀、渡辺直美さんに会いたい。先日、平野紫耀さんが自身の公式インスタグラムアカウントでライブ配信を行いました。 1> 約1時間にわたる配信の中で、平野さんはファンとの交流を楽しんでいました。しかし、注目すべき場面がありました。その中で、平野さんは、これからいろんな友達とかと、こういうのできるのかな。横浜、流れ星もインスタやってるよね。流れ星来てくれたりしないかな、とコラボについての言及をしました。さらに、平野さんは自身の意向を明らかにしました。 俺個人的にすごい渡辺直美さんに会いたいんだよねと、のべ一回ディズニーでコラボしたことがあるんだよね。その時お互いトークが気まずくなっちゃってさ、と過去のエピソードを振り返りました。その時、平野さん自身が人見知りを発揮してしまったことを告白し、笑い話として紹介しました。渡辺直美、平野仕様の会いたい発言に反応。 平野紫耀さんの発言が話題となる中、渡辺直美さんも自身のインスタグラムストーリーズを更新しました。時差ボケで目を覚まし、インスタグラムを見た渡辺さんは驚きの体験を語りました。彼女は、あらひのくんのインスタライブアーカイブ載ってるじゃない。再生しながらまたねよ、というコメントとともに、自分の名前が聞こえてきた瞬間に飛び起きたことを明かしました。 その驚きの反応は誰もが共感することでしょう。さらに渡辺さんは平野さんの会いたいという言葉に対してもコメントしました。彼女は会いたいとか言っていただいたおかげでメガン開きのバッキバキで寝れなくなって草とコメントし自身の気持ちをユーモアたっぷりに表現しました。そして平野さんに対して励ましのメッセージを送りました。いつも応援してるよう。 もし次話す機会があったらあの時の人見知り事件が再度起きないように頑張って喋ります。簡単ふっ、身体に気をつけて頑張ってねえ。という心温まる言葉で彼女の気遣いが伝わりました。平野紫耀さんと渡辺直美さんの交流エピソードはファンにとって嬉しいサプライズとなりました。彼らの素直な言葉や反応から 彼らの人間味と親しみやすさが感じられます。エンターテイメント界の人気者たちの交流はファンにとって心温まる瞬間となりました。これからも彼らの活動に注目し新たなエピソードに期待したいと思います。読者への挨拶。今回は渡辺直美さんと平野志耀さんの交流エピソードについてお伝えしました。 人気タレント同士のほっこりするエピソードは私たちの日常に笑顔と元気を届けてくれますね。これからもエンターテイメントの世界から目が離せません。お読みいただきありがとうございました。